新型コロナで苦しむ静岡市内の飲食店を支援しようと、静岡伊勢丹が周辺の飲食店の料理を弁当にして販売する試みを始めました。静岡伊勢丹では今、近隣にある飲食店7店舗の弁当を販売しています。新型コロナの影響でテイクアウトを始める飲食店が増えていますが、弁当作りのノウハウがないことや販売員の確保が課題となっています。それを伊勢丹が提供することで解消しました。何か伊勢丹として百貨店として何かお手伝いができること、お力になれることがないかなという思いでこの企画を成立させております。大変ありがたいですね。普段お店に来ない方とかにもやっぱりお店の味知っていただけますし、それでやっぱり美味しいと思っていただく方に後日来ていただけたら、飲食店としてもとてもありがたいですね。飲食店の弁当の販売は26日までを予定しています。